どうも、サボリです。アリ日記、アリ日記。今、部屋の温度は約26度。今日はね、天気が悪いんでそんな暑くないんですけど、外は雨降ってちょっと蒸し暑いです。うちのアリは今夏バテで調子を崩しています。これね、毎年ですね、この時期そうなんですよ。この部屋はクーラーがないんで、ちょっとアリにとってはこの時期大変なんですね。ちょっとね、見てみますか。このコロニーなんですけど、上の部屋です。上の部屋見てもらえばわかるんですけどね、ここはね、繭置き場なんですけど、数がかなり減ってます。ということはね、育ってないんですね。もしかしてね、卵を産んでないか、あるいは幼虫が育ってないか、そんな感じなんですよ。前の動画と比べたらわかるんですけど、明らかに少ない。夏バテなんですね。このまま調子悪いのが続くと絶滅です。もう少し気温が下がれば調子良くなるのかな。そこら辺はちょっとわかんないですね。このままずっと調子悪いのが続くか、気温が下がってきてまた調子が上がるのか、そこら辺心配なんですね。今大体そういう状況です。これも卵はたくさんあるんですよ。ここら辺かな。卵か幼虫かはあるんですけど、ほとんど育ってません。そしてね、数はそこまで増えてません。10匹ぐらい死んだかな。10匹ぐらい増えて10匹ぐらい死んだ。うん、ちょっとね、これも心配ですね。いや、今ね、脱走してるやついた。さっきね、脱走されたんだよね。お前ら、ここだろ、これ。ちょっと待って。これもそうですね。これもね、卵産んでないね。おそらく卵産んでません。そして育ってたやつは全部アリになった。うん、これ卵産んでませんね。困りましたね。絶滅かもしれない。これね、片側に集まってきてますよね。ここら辺ちょうど水飲み場なんですよ。うん、このタイプは乾燥しちゃうんですね。うん、すぐ乾燥しちゃうんですよ。あ、ちょちょ、大丈夫か。ちょちょちょ、お前、これもね、やっぱり調子崩してます。女王アリ1匹になったこれ、死にました。餌やってたんですけど、やっぱり死んじゃいました。これでうちに胸赤オオアリがいなくなった。これから生まれてくる命もあるんですよ。今年採取した黒山アリです。今ね、5匹かな。5匹が眉じゃないですね、これ。裸眉っていうのかな。眉がないやつ。5匹分いる。あと10日ぐらいで生まれてきそうな感じします。これも、石膏が裸なんで、おっと。水をかけてやんなきゃいけない。頻繁に。うん、ネットで買った黒長アリ、かなり増えました。10匹以上いるかもしれません。奥の方に見えるのは種です。餌場に種置いといたら運んでました。うん、種だから発芽する恐れがある。
そこら辺あれですね、こんなにも結構食べ込んでます。うん、これはね、これはそこまで調子崩してないかな。多分、うん、ちょっと最近観察不足なんであれなんですけど、これはまだ大丈夫かな。うん、やっぱりね、この時期ですよね。私の部屋ね、暑いんですよね。暑いんですよ。以上、夏バテのアリンコたちでした。ありがとうございました。来年クーラーつけようかな。お金なんですよね。稼ぎがたくさんあればクーラーつけれるんですけど、今年はもうダメだ。稼ぎ